違う。よし、シュシュシュ。始まりました。お前ら遊び足りてないんじゃねえ。遊びは足りてない。もうやめようよ。まあ、今からね、すごく楽しい企画をやろうかななんていうふうに思ってます。ただね、俺ね、美味しく楽しく何も考えずにお酒飲んでる時間ありますか？ないわ。明日早いからもう早帰ろうな。思う存分遊べてないんじゃないですか？仕事もありますからね。まあ、今日はこの撮影がまあ最後になるわけです。本日の。そんな時に皆さんがこう疲れてる体だったり心だったり癒して、まあ、楽しく帰れたらいいじゃないかということで、本日はね、こんなに楽しい企画をお持ちさせていただきました。というわけで本日の企画、英語横文字言ったら即テキーラー。あんたら二人が一番覚えてるから、こいつの苦しみを。ちなみになんですけれども、まあ、前回ね、英語言ったら即テキーラー、通称即テキですね。そうですね、僕らの大人気企画でもございます。これやったわけですよ。で、僕、葉月くん、これ記憶ございません。ただね、やっぱり視聴者さんもまた見たいっていう声も多いですし、僕たちもやっぱりこう楽しむ気持ち忘れちゃいけないよねっていうので、というわけでですね、本日はこの5人で英語横文字、まあ、会話の中で、言ったら、即その場でショットテキーラ、はい、飲む準備できてます？もちろんもちろんです。もう覚悟はしました。よし、それでは本日も楽しく飲んでいきましょう。エッツショットこれね、ちなみに改めてルール説明ですけど、あのさ、日頃の企画でそんなにも前のめりになることあるのかね、君たち。なんでこう、俺はさっき説明したりとか、なんかこうやって端っこの人の顔見たりとかあるさ、あんたら全員こんな前のめりなのないやろ。まあ本日はですね、まあここにあの僕ら5人以外にも、まあ、CCC メンバー全員揃ってますから、この3人に審査の方をまたしていただきたいなと思います。一応ちゃんとした正式な理由があります。ふうたくんは車で来てるのでお酒飲めません。で、ゆうきくんはちょっとまあ足の、ね、怪我があったりとかで、まあ、アルコール入りすぎて治りが遅くなったりしますから、そうするとまあ健康に気遣って、でまあ湊くんも車で帰るということなんで、いやいやいや待って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 、なかなか飲めない。まあこのね、3人の厳正なジャッジにより、はい、まあ、横文字を使った時点で、即テキーラを飲んでいただきます、はい、早速やっていきたいと思います。じゃあ僕がスタートと言ったら、うん、ここから先は横文字禁止。あー、ほんまやそれじゃあちょっと僕の温度に続いてね、はい、掛け声聞かせてください、はい、いきますよ。お前ら飲む準備できてんのかー。イエーイ。英語言ったら即テキーラー。はーい、よーい、はじめタカ君初参戦ということで、はい、現実的にアウト。はい、や、はい、記念すべき1杯目は現実的だ。氷持ってきてもらったんで、あの変わる、そんなこれ、水とか水とか入れた。あれバケツは、バケツ、バケツ、イエーイ、やった、あーわー、狙ったんすか。それ言わせようと思ってこれ持ってきた。サクシュサクシュあったやん、だってバケツ。やったー、セクシースイッチー、ディー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 ディじゃあ、お水、お水飲む方いらっしゃいますか。僕大丈夫です。お水がなんかある。なんかね、糖分いっぱい入ってるやつと、あとはこういう黄色いやつもありますね。黄色いやつ。最近でもさ、1年前とかさ、飲みに行く機会とか増えたんじゃない？ライブ後とかさ、メンバーとか。ああ、そっか、店やってなかったもんな、昔ライブ終わりってね。最近やった。やったバン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 食べたいな。そう、俺ハゼ君と一緒に同じ部屋だったんだよね、名古屋に。そう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 、宿がで2人で朝ひつまぶし食べに行って、そうそう、ライブ前にね。そうそう、ハゼ君アウトー。お店やねん、圧倒的
的に前回と違うターゴがフル回転させてる。大阪のワイフコーター。大阪はさ、もう地元のメンバーはさ、別になんかメンバーやあっイエーイイエーイ全然気づかなかったわメンバーね。うわぁ一番嫌そうやからな。イエーイタコが一番嫌そうやからな。いただきます。いらっしゃい。うわぁなんでサイレントはさ、大阪に行っても懐かしのって感じじゃないですか、ただね。しかもなんか、うん、俺はやで、やってくるわって言ってこう出てきて、うん、やっぱなんか仕事とかで帰りたい。ああ、まあまあ確かに。なんかちょっと嬉しかったよ。はいはい。ただ帰省するんじゃなくて。そう。いやほんまにそうよ。だって最近さ、もうやっぱり名古屋とか大阪とかさ、あの来てくれるみんなのおかげで、な毎月毎月とか、本当頻繁に行けるの。そう、7月も8月も、そう連続で行ける、こんなに頻繁に帰れる、ほんまにみんなのおかげやと思います。北海道とかも行きたいしな。北海道、そうそう。今回の話はちょっとやめてほしいな。なんで始めたんだ。前なかったっけ。あったけど。あったな。行ってる。なんだっけ。あれ。あれ。なんで行かなかったっけ。ちょっと食材込めて言いますね。コロナです。ケンタイだーこれでチャラこれでちょっと計算してください。俺がチャラしてみますせーの、スイスイイチェンジが生まなきゃ2だっちゃ1だっちゃ2だっちゃ3しかなくて尻尾をあえなせなんかね、探り探りになっちゃうとね、なんかなっちゃいますからね。ドカンと行こうよ。4オッケー。ドカンも大丈夫。セーフ、セーフ。セーフがアウト。全然気づかないもん、やばい俺。マジか、ダメだって。やめなよ。早い。早い。はい、せーの、飲めない。前回もさ、ちょっとクレームをね。おーい俺たちがコールをしてあげる。よいしょーよいしょ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 ちょっと略語みたいな感じで、例えばね、芋をさ、すってさ、あげた。あれさ、芋をすりあげじゃん。あれをさ、こう略した時に、そのこことここでダブルアウトみたいな。ダブルとアウト。いや、これだよ。これで2杯分にいかせていただきます。ボルシャテ、ボルシャテ、ドン、ドン、デ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 。みなとなんかないん。カタカ。おお。ワンマンへの意気込みを。おお。ああいいね。もう一回ってきたことだね。ゲットして。そうですね。やっぱりこう僕たちのね2年間の集大成がそこに現れていますし、まあ、次への先のね来年への大きなね駆け足になる舞台の場所だと思うので、ぜひね、この大きなステージに。そこまで来たら言うなんて言ってよ。ありがとう。イエーイ。ファイシックス、ファイシックス、一番年長に千年前から酒飲んだ俺もよ。よーい。サルゲッチュ。やっとまたそういうこと。やるまい。俺またずっと。そうだね。なんかもっとこうしてほしいとか言われないの。高木喋ってほしいから。でもりょうたもそれで言ったら言われないの。どうなんやろうな。そんなないかも。あ、でも配信で前初めまして来てくれた人は YouTube と、やったかんだー。夢をつかめる
な。わあ。まあでもそういう遊び心は大事だけどね。大事な。男気で。勝ちが飲める。うん。行きましょう。じゃあ俺二つ出して。おお。おたこきじゃんけんじゃんけんほい飲んだじゃん両方両方こっちの勝ちかなそうそうそうおたこきじゃんけんじゃんけんほいあい行こうでほいかっこええわそれはそれはもう完全にやなせーのおたこきじゃんけんじゃんけんほいだるいなおたこきじゃんけんじゃんけんほいアスキーゲームしようぜゲームさちょっとさカメラに3枚見せた港から預かったボードはこれです、はい、僕はこれですマジで分からない、はい、僕はこれですはい、いいですかじゃあ1枚選んでください、はい、真ん中アスキーが選んだのはこちらですかける2おーいはじくん、2杯分ダブルでいっていただきたいと思いますどうぞいただきますグイ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 よいしょーはいじゃあじゃあケンジよくないよそれで逆にボーンにした方がいいよお前はもうだうぇーいあはいみんなー早っ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  YouTube の話しかないはい YouTube YouTube俺さ、最近ちょっとさ、聞きたいことあって、撮影の時さ、毎回帽子じゃん。髪の毛ちゃんと整えた方がさ、見栄えよく映らないって思う人もいるよね。あかん。あかん。あかん。そういう時にしか聞かない。返せ、返せ。普通に会話、お前多分できる人やねん、それが。何言うと。言っていい？カウンター。俺聞こえてなかったっす。りょうた。え、なに？待ってよ。待って。ちょっと待って。お前ほんまやばいってマジで。つまれ立ち上がれ、上がれ、恐れずに前へ。走れ、走れ、ぶたれまで。叫べ、叫べ、ぐらるるる。前も飲めや。はい、スタート飲めなくなったんですよね、最近飲めなくなったらね、弱なんない無理無理無理お酒自体は好きですよね、雰囲気もね、その場の感じもね嫌いなの俺は嫌いでも俺、居酒屋でりょうたくんに水ぶっかけてましたからねそう、ほんまにマジで、ほんまにあれやなまあもう、出会った当初ぐらい出会って本当に2ヶ月とかじゃないですかその時に、ベロベロアってた子が帰り際に水をファーンと顔面にぶっかけられた口から聞いたわそれ俺もターゴのそのさ関係値とかもさまだここまで気づかれてないもうほんまにもう切れてマジで地下のお店だったんですよで入り口のすぐ上にこう階段があってそこまで追っかけてきて俺こうやって階段にやっていいことと悪いことあるよなって言いながら顔ばっかりしてちょっとお前はもうガチやねん大丈夫だぶち入れてたガチターゴに逃げて俺逃げたよさすがにでもまあやったら勝てるなと思ってたけどやっぱり負けることないなと思ったからそれ選んでやったわ懐かしいなあれもう2年ぐらい前ですもんマジでその時マジターゴのこと嫌いでなんかそれがある前から嫌いお前ずっと怒ってましたもんねあ、それ嫌いだよ普通に嫌いだってマジで舐めてるわと思ってマジ舐めてるわあいつほんま嫌いおもろならんとか言ってめっちゃ怒ってそういや俺もな、いじんなりおもろなるいじりは全然受けんの今は普通にさ、あれやで、好きやで僕はだからその時リスペクトできるかどうかで決まりますかうわー忘れてたな顔やりますやりますはいやったかそれでお願いしますオーケーデデンかけるにやりません
付けって書いてあります。一人指名してそいつを選んでください。うわぁ、どうぞケンジ。イエーイ、レッツゴー。はい、いけ。ケンジもうちょい行かないと。お酒で失敗したみたいな、なんかない。20歳ぐらい、21とかかな、うん、飲み屋さんで働いてて、まあその時店長の誕生日とかやったから、僕はちょっと縦になって飲み合わせようみたいな言ってて、めっちゃ飲んでたよ、うん、で気づいたらね、階段にこう、非常階段あるじゃないですか、逆になってす、こう寝ててこれこうガガガガで、こうなってるとこ、こっちが足、こっちが足、そう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 、で、ここで起こされて、うわ飲みすぎたなと思って、で、ちょっと時間経ったらさ、ちょっと待って、なんかしかもなんか、あ、外雨降ってたか、うん、で、嗅いでみたらめちゃめちゃ押し込まれてます。あ、で、階段に水溜まりできてる。僕、こう逆さまりながらおしっこをこう回してる。かけるに。おお、はい、いただきまーす。せい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 、あやはずきなのだからやめちゃうね。2枚やったとしてもこんなに当てるのすごい。まあでもね、もう終盤戦は終盤戦ですよ。もうね、そうやろ、まだ昼のまだまだ昼のまだ今ピンクはまだちゃうと思う。何がちゃう？ピンクはまだちゃう。あずけん、あぶーい。やるもうなくなるよね。やるか。でも最後の1枚知りたいもん。知りたいの真ん中。よし、ドン。ナスリッテ。おーい。じゃあ、タカ君に。よいしょー、これも終わってた、これも終わってました。プレゼントこういう。タカ君、それチャレンジしよう。あ、じゃあこれをチャレンジする。これまたのせつけられる。まあこれで一回ラストだから、ね、やりましょう。おー、ちょっと難しいわ。で、わかんないですよ、もう出てない。もう一個かける3の顔がゆきくん。お、乾杯。おー、全員で乾杯。うわ、盛り上げてもらってもいいですか。全員飲みますんで、せーの、飲めないロールはグッバイも飲めようね。グッバイ、グッバイ。その壁は外してさ、イージー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 レッツダウン。じゃあ一番いい三択じゃないこれ。最初ね、回避になったんですよ。飲まなくていい。あ、で、それを変えようって言ったんですよ。まあそれな。もう今日は結構みんな平気そう。意外とケンジが平気よ。お、寝てるぞ。真っ赤やんか。え、怖い怖い怖い。ま、髪と一緒。髪の毛言うたよ俺。何？ちょっと前はさ、なんか青とか緑とかやってたやん、うん、なんでかって。なんでなんですか。俺は赤かったよね。うん、そやな。これをやる前、うん、青とか緑な、うん、そんな仲やろ、ほんま聞けたい。お前どういうつもりでその赤にしてきたの。ここで本気の文句来たの。俺どこに行けばいいのって。ほんで俺青とか行くやん、もう何でもええわと思った。ほんでさ、ファンにさ、なんかそう、髪色あ続けだけしてた。髪色嫌とかさ、髪色でさ、なんかライブ行くのとかさ、ちょっとなんか嫌やとかさ、俺の中身の部分とかさ、もっとさ、パフォーマンスとかで見てほしいんですよ。髪型のこと言われて。いやいや、それで言うんだったら俺ちょっと言わないかちゃう。ペンデマンだ。それを言うとファンから使われへん。
じゃあでもさ、ほらそのさ、なんか応援してくれてる人にさ、こうなんか見た目のことを言われて、そういうのもさ、自分の好きな表現があるだろっていうのを言いたいんだね。じゃあ、俺はオチャあっちゃうんだよ。ちゃうんだよ。ちゃうんだよ。オチャあっちゃうんだよ。だから俺はもう坊主にしたのかっていう思ってたっていう。そこにオチャつけなかったんですよ。ウドラケンジに物言いたかったんじゃないですか。そう。じゃあ寝てるっていうのを俺は気に入ってたし、あの地球色もね。そうそう。結局そのファンの人も今もこうついてきてくれてるから、そこに愛を感じるわけ。ファンとステージとだから髪色とかじゃなくても俺はファン、ステージ、パフォーマンス、ちゃんとした形で返していきたい。3もう一個なんかね、キリオくん、キリオくん、だから俺はもうあのラブ&ピースや。もう一個ごはん入りました。ごめんな、ケンジ怒らせてしまったけど、あのケンジ、ケンジ、ちゃんと来てよ。お前起きれたっていうの起きれたなんてやんけ。ラストだ。これからも CCC の繁栄を願って、皆さん乾杯。